この度は第二段階審査ということでしたので、基本的に出来上がった仕組みに基づいた皆さんの運用が、つつがなく実施されているかどうか、そういった観点で確認をさせていただきました。でその結果、当初オーディックスレジストラーで、設定しております不適合指摘に関しまして、重度の指摘といわれる A 指摘、0件、軽度の指摘といわれる B 指摘0件、ごく軽微な指摘といわれる C 指摘0件、全ての、不適合ということは今回の審査を通じては、検出することはございませんでした。したがって、記者 の, ISO14001 の審査登録を私ども、審査チーム満場一致でご推薦させていただきます。まずはお疲れ様でしたと、申し上げさせていただきます。ありがとうございます。でこの結果は、来たる10月の28日のオーディックスレジストラーの審査期間内で行われる判定会議というものにかけられることになります。はい。でまあ、基本的に、審査チームが、一点の曇りなく推薦した案件に対して審査機関がこの推薦を覆すということは、まあ、まずないと言っていただく言って過言ではないと思いますが、場合によっては、こういうちょっと追加でこういう何か情報がありますかとか、こういう資料がもしあったらお送りいただけますかとか、そういうことが発生するかもしれません。そんなにはないと思います。もしかしたらあるかもしれません。でその時にはぜひ速やかな登録のために、はい、ぜひご対応いただければありがたいと思っております。それ28日以降に以前前ですね。はい、で先にこう結論を申させていただいた上で全体的な感想から申し上げます。あらかじめこのシステムの導入と、運用に関しては、まあ、短期間での挑戦をされているということは、まあ、伺っておったんですけども、まあ、期間の長短にかかわらず非常にこうコンパクトに仕上がったスリムな仕組みを構築されていまして、まずは仕組み上でのこう無駄な足かせが極めて少ないなというのが、全体を通じた感想です。多分このシステムの、シンプルなシステム、コンパクトなシステムというものの運用の結果が第一段階審査で申し上げさせていただいた、改善の機会に対してほとんどの項目に対する何らかのアクションが取っていただけたという、そういったことにもつながっているんじゃないでしょうか。やはり重たいシステムという表現がいいかどうか分かりませんけれども、複雑に構築されたシステムの場合は、いざ改善したいというふうになった時にも、そのちょっと身動きが取れないという状況に陥るケースが時として見るんですけども、そんなことなく、迅速にご対応いただけたというのは、まあ、仕組みのシンプルな仕組みであったということに一つは評価に値するのではなかろうかというふうに感じております。で、さらに、個別の中で、私あ素晴らしいなと思った観点を、申し上げさせていただきますと、前回環境側面を特定したならば、その側面の中でどれが著しいのっていうふうに著しさ の, その判断基準を決めてねっていうことをちょっとコメントさせていただいたんですが、それも早速お作りいただいておりまして、この基準の考え方がいいなと思いました。コンプライアンス上重要な側面であったりとか、高速の力のある法規制または指針があるものについては当然著しいと考えましょう。またはそういうものでなくても企業存続に必要な社会的信用とか信頼に関わる側面に対してはそれも著しいと考えましょうという、この根底になっているものがやはりネガティブな負の側面に関しては
管理するためにはそれを抑制するために著しいと考えようと、またポジティブなものに関してはプラスに持っていくために著しいと考えようっていう、その辺の考え方が生まれているのかなと思いまして、今回の著しい設定は大変有効であろうというふうに、率直に感じた次第です。でさらにもう一つ、今回第二段階審査であえて繰り返して申し上げさせていただきますと、第一段階でも私申し上げたんですが、皆さんの目的目標5項目あるうちの中にはやはり負の領域ですね、排水とか電気とか、やはりこのマイナス要因を減らす管理するっていうことをやらなきゃいけない、そういうテーマも捉えつつ、なおかつ歯止まりとか修理とかそういったビジネス上のプラスに伸ばしていかなきゃいけない要因も目的目標で捉えている。でさらにはある一定の社会貢献とか、そういった企業の社会的責任っていうものに通じるような工場見学、場合によってはこれは営業にもつながるのかもしれません、そういったものも捉えていて、その目標展開の、バランスの良さっていうんですかね、そういった取り組みが初期の段階からそういうテーマが見つけられているということには非常に私は素晴らしいなというふうに感じております。続いて、坂本審査員のほうからちょっとずっとポイントを先におっしゃっていただけますか。そうですね、前回と今回現場の方を見させていただいて、また部門の責任者さんにですね、いろいろとその今まで、第一段階ではその仕組みシステムを見させていただいて、今日はその運用部分のところをですね、見させていただきました。で特に感じたことはですね、これやはり会社の最重要課題としても安全衛生とか改善のその切り口ですね、この辺のところ作業環境という側面で捉えられているということですね。それでこの特にその現場でヒヤリハットをですね、積極的に情報収集されて、報告書にまとめられてですね、それを工場経営者、責任者の方がその内容を検討して対応を決めてですね、情報の共有化を図って周知されていると、これ非常に素晴らしいことだと思いますので、早い段階からこういうことをやられているということは、ぜひこれも継続していただきたいなと、グッド事項という形でですね、伝達させていただきました。はい、どうもありがとうございます。